香港チャンネル。質問が来ております。はい。最近の NHK について思うのですが、まあ、紅白歌合戦で、まあ、あまりよく知らない歌詞を多く出したり、はいはい、お隣の国のアイドルの入隊のニュースを出したりと、はいはい、まあ、こういう最近の NHK についてどう思いますかと。あ、まあね、その私ら受信料払ってるやろ、はい、で海外行った時に BS とか映るやん、はい、あれ受信料取ってないんやろ、海外のは取ってないみたいですね。ふざけんなよとか思うねんほんま単純に、うん、もう俺も出ることない、読んでもらわれへんと思うからもう、うん、あの NHK だけちゃうけどファッだから、あのそんなんええから、まあええねんけども、いやもう別にええよ、あの申し訳ないけど、もう、うん、ほんま誇りもクソもないねんなと。だからあの年末のね、大晦日は、はい、俺はテレ東の年忘れ日本の歌、あ、日本の歌だけど、その何渓谷のアイドルを、はいはいはい、5組ぐらい、それでもデビューしてないグループもな、前もやったけども、はいはい、いやいやもうとんでもない、そんなもん、いやそれは多すぎひん、うん、どこの国なんやねんって、うん、だからやっぱりそこはな、何かあのあれやろ、意図的なことを感じるような、うあの、いやもう歌番組とかせんでええと思うねん、はいはいはい、あの 民放でできんねんから、はい、昔はできひんかったから紅白歌合戦なんでしょっていう話や。で、あの違う国のアイドルが入隊や、うん、入隊兵役でね、行くっていう、うん、それっていうのはその戦争っていうことに対してあかんのか、うん、あ、そのアイドルが入隊やって、うん、その徴兵制がある国、うん、っていうことを認めてんのかって、うん、ブレブレやん、なんか何が言いたいのかちょっとよく分からんとこですよね。ほんで頭を坊主にして可愛いとかな、うん、イケメンでしたねとか、はい、あの言うやん、はい、で何年後に退役するとか、はい、いやそんなの知ったこっちゃないよ、ね、うん、うん、ファンの方々は気になるか知らんけども、うん、そのファンの方々はそれは別に解放なりなんなりで知りたい知りやん、はい、俺我々の受信料を取ってることでやることか、うん、おいって思うてもあるわ、ね、うん、これが例えばそのイギリスの何々皇太子がなんかね軍に入隊しましたとかって、まだちょっと世界的なニュースとかでもあるじゃないですか、うんうん、それはあのやっぱりあの国と国との付き合いもあるからな、うん、それはええと思うで、うんうん、ほんま俺思うけども、そのアマゾンプライムとかあるやん、はいはい、ほんであとネットフリックスとか、はい、でアメバも、はい、この間ワールドカップすごかったやんな、ね、独占でね、うん、全部、あ、そんなんでいっちゃうかなとか思うし、うん、俺はもう年明けでいや毎年やで日本の歌、あ、あれほんまにすごいのが、はい、俺らがちっちゃい頃を見た人が、はい、こんな高齢なっても、あ、うん、で出てはって元気やねんやとか思って、はいはい、いやそういうことやと思うけどな、年に一度とかな、それこそあの我が日本の心やと思うけど、うん、あれってだから生放送じゃないんですよね、年忘れる日本の歌って。あ、そうなん、収録みたいですね。うせやん、はい、それにしてはすごいな昔はあれやで、あっちも出てて、じゃあレコード大賞があって、あ、飛び出しで NHK とか、はいはい、で年忘れの方もなんか言ってはったみたいで、はい、昔は名前やったと思うで、あ、そう、今は違う、今は違います。だから今年はもう北島さんも出るみたいですよ、うん、はい、ええんちゃう、盛り上がるんじゃ、もうどん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 、だからもうお前やったら笑ってがな、ね、あったらもうひっくり返したらな、おもろかったな、まあ、そうですね、うん、ほんまにそんなんやと思うけども、いやほんまにちょっとちょっと理不尽すぎるよな、ね、かなりやこびてるよなそうですね、うん、誰が受信料払ってんねん、いやほんまに。そうやろ、渓谷、うん、は少なくとも払ってないんやろ、向こうで払ってないですね、うん、そうやろ、だからいやいやそれ出してたら日本のコーラが払ってくれるかもって思ってんやろ、払えへんで、そんなもんな、あその頃払ってる俺らを大事にせいやほんまあなはい、
お便りを書かなダメですね。ああ、ほんまに。だけど、もう今年、また毎年あれじゃんの、更新してんのじゃんの、最低視聴率。ああ、そうですね。な。うん。そやろ。もうそうなるでしょうね。うん。なんか、なんやろうな。もうそんなってんやろうな。なんでしょうね。まあね。昔は俺、ちっちゃい、もう演歌の人や、とか思って嫌やったけども。はいはいはい、はい、うん。まあ昔ってなんか、ほんまにそれぐらいしか見るもんがなかったイメージがあるんですけどね。で、ちょっと経ってから、なんかその、格闘技、ね、ブームとかも来だして、うん、ずっと年末はね、そうそうそう、格闘技。あったけども、いや、紅白っていうのはほんまに、俺は、そんなに重視してなかったけども、うん、それはちゃんとせなあかんのんちゃうとか思うようになったわ。うん、受信料も払ってるんねんから。うん、なあ、うん。今回の、ね。もう批判多いやろ。はい。批判ばっかりですよ。なあ。はい。まあそんなんでございますね。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。